いつも大変お世話になっております古美術吉戸の吉戸です。本日はですね、非常に珍しい希少な作品備前の陶板、こちらをご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本作品はですね、備前の陶板と言いまして、陶器の板と書いて陶板というふうに申し上げます。そしてこれ何に使ったかっていうと、焼き物をこの板の上に置いて焼くんですね。なぜこの板が必要かっていうと、焼き物の釜の、底っていうのはベトベトしてたり、ゴミがついたり、振り物がたくさんあったりして、それで焼き物を直で置いたら傾いたりくっついたり傷がついたりします。ですのでこの陶板を一回かませて平らにしてですね、そのフラットな面の上に焼き物を置くことによって、その大事な作品の底の部分を守るっていう役割があるんですね、でこの釜の陶板自体は作品ではなくって、ただの釜道具の一つであると。だからもうずっとこれをね、使われてきたんですね。その室町、桃山、江戸とずっと使われてきてね、どん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 、その別に作品として作ってないから、終わったらポイって捨てて粉々になっちゃうんです、大体ね。でだけどたまに1000個に1個ぐらい形が残ってる陶板として、作品として鑑賞できるレベルの、たまたま偶然すごくかっこよくでかっこよくできて、たまたま全体的に残ってる作品っていうのがですね、1万に1個か1000に1個ぐらい陶板の中であるわけですよ。だから完全な姿で残ってるのが1000個に1個だとして、その中で作品として美しかったり、時代性があったり、かっこよかったり、鑑賞に耐えうるものっていうのは1万回に1回ぐらいしかこうたまたま生まれないと思うんですよね。何回も何回も焼くんだと思うんだけど、だからで本作は室町から桃山ぐらいのね、桃山ぐらいかな、の陶板だと思うんだけど、この陶板って釜道具だから、その正確な時代っていうのが分かんないんだよね。その土味とか焼き色とか雰囲気で、桃山だと思うんだけど、だから奇跡的な作品でね、残ってる残存数自体が非常に少ない作品で、でもこの陶板っていうのは昔から尊ばれてて、このぼた餅っていうんですけど、この作品がたまたまこの置いてあって、そのね、ちょっと発色が4箇所違うでしょ。でそこの4箇所を景色として日本人がすごく楽しんでですね、でこの陶板にインスパイアされてぼた餅とかですね、そのぼた餅をモチーフとした茶道具っていうのができてくるんですね。ですのでもともと備前というのは自然、備前に関わらずですね、古窯というのは自然が生み出したその偶然の美っていうのは非常に強いわけなんですけども、でこれがオリジンであると。でたまたまその釜で普通に焼いてたら、わお、かっこいいじゃんって、なんかこう茶人とか誰かすごい人が言って、これを模様としてさ、ちょっとこうやってみようよっていうことで、火助けっていうのもそうですよ。火助けっていうのも一番最初はそのブワッと火がこうね、こう斜めにたすき切りのような感じで赤色が走ったんですよ。だからそれがかっこいいって言って、わざとこれを再現しようっていうことになりまして、藁をこう斜めにこうちょっとね、こう貼り付けて焼いてみたりとかして、その偶然できた火助け、自然が生んだ火助けと、わざと作為的に作った火助けでは全く美しさが違うと。そしてぼた餅っていうんだけどね、この陶板みたいに全く作品として意識せず、ただ単にザッザッザッとこう流れ作業の中で作った、そしてたまたまその中のスーパーハクビでこんなになんかたまたま景色がいいのが生まれてしまった、この自然が生んだ奇跡の美しさと、そして後年これを真似てパクってね、でこれを意図的にこの模様を作るためにそのやった作品ってあるんだけど、やっぱそれとちょっと違うね、そのダイナミズムとかその大胆さっていうのはちょっと違うから、だからこの陶板っていうのは非常にワイルドで奇跡的で非常に珍しい、残ってるのが珍しい。釜道具だから大体割れたり捨てられたりポーってされちゃうんだね。だからこれももちろんそのどれぐらいの時代だろうな、室町末から桃山とかに
鎌道具として役目を終わった後に捨てられたと思うんだけど、めちゃくちゃでかくて固く焼き締まってるので、それでたまたまその柔らかい土の中にボソって捨てられて完全な形で残ったと思うんだね。でもキンキンに焼き上がってるから多分何回か使用されたと思うんですよ。一回だけじゃなくってもう何回もそのね、これまだ使えるって言って、ね、リサイクルで使われたんじゃないかなっていうようなね。で結局その規格があるからさ、備前も何でもそうだけど、ま、一個一個違うの作らないわけ。種壺だったら同じようなものをいっぱい量産するでしょ。で当時はその作品として作ったのもあるし、作品じゃないで作った普通の雑記のやつもあるし、だからそういうのを同じものを同じところにポン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 って乗せて、陶板だけを何度も使い回してやったと思うんだよね。だってもったいないじゃん、結構土使ってるからさ。そうすると作品は1回しか焼かれないんだけど、陶板は何回も焼かれるから、伊賀の七度焼きみたいな感じで固くキンキンに焼き締まって、どの備前よりも備前なんだねそれ非常にね、その面白いなと思って、この作品をね、私はね 2,3 回見たことあるんだね。交換会にね出たこともあるし、でただこれはね、そうだな、50年ぐらい前かな、とっても有名な素敵なね、本当に素晴らしいコレクターの方がお持ちだったんですよ。でそれをうちの母がね、その方からもう随分も何十年も昔に分けていただいて、それで今回ね見せてもらったっていうことなんだけど、やっぱりでかくてすごいね、本当に重いで尺皿ぐらいのサイズ、尺皿以上だな、60センチぐらい径があるんですよ。で重さがね10キロぐらいあるんじゃないかな、ちょっとわかんないんだけど、すげえ重くてね、でちゃんと切り箱に入ってるっていうですね、紐がちぎれないかどうかって不安なぐらい重くて硬くても、土そのまま焼いたんかっていうようなまあ土をそのまま焼いただけなんだけど、何の作為もないわけ。だからその釜の大きさと壺の大きさに合わせて、ただペッタンペッタンってやって、その水紐もしないし模様もつけてないし、ただ平ぺったくしただけ、だから作品性なんかないんだ一切。だけどめちゃくちゃ美しい、そのだって備前って1回しか普通焼かないんだけど、これ何回も焼かれてるから、そんなの作品ないんだよね。何回も焼く作品なんてないわけ、二度釜とかそういう悪いやつじゃない限りはね。だからないんだよ、何回も焼かれた陶板、固くキンキンに焼き締まっててね、どの備前よりも硬いんじゃないかなっていう、伊賀みたいな備前なんだね。本当に強くてね、かっこいい。そうそうそう、でもう何も考えず、多分最短最速でただ平べったくしただけだから、めちゃくちゃスピード感があってね。で裏も処理とか、そこのね裏側の処理とかも全くしないで、ただただその叩いて何も考えずに平べったくしただけの板、そこにやっぱりその備前の本当の野生的な大胆で野生味あふれるスピード感の土の良さと、そしてその偶然が生んだこのたまたまの景色を、だからこの真ん中とかさ、いろんなところにさ、ポツポツ小さいのさ、ちょっと隙間が空いてるから置こうぜなんて言って置いちゃったら、やっぱり景色が汚くなっちゃうわけでしょ。で潔くポン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 と4つ置いて、もうただただ焼いた、その無作為の美、全く作為ゼロっていうものをさ、逆になんかこう神々しい作品性を帯びてしまう偶然の産物で、そしてあんまりね、その類例がないんだよね。本とかにもちろん陶板っていうのが、その作品じゃない鎌道具なんだけど、鎌道具でありながらも鞘とか土鎮とかいろいろあるんだけど、作品まで昇華するぐらいの偶然的な美しいものっていうのは本当に少ないんですね。だからもう奇跡、そしてあまりにも数がないから希少性が非常に高まっていると。だけど本とかいろんなとこで見るんだけど、こんな美しいのってなかなかないから、本当にもう奇跡中の奇跡、そして誰もそれを狙って作ってないっていうところがまた非常にね面白い。だから狙って作れないんだよ、狙ってこれを作ろうとするといやらしくなっちゃうから、作為が途端に出ちゃうんで、だからこれはもう天と地と何人熟練の、だから結局素人が作ってダメなの、熟練の職人がもうその経験の上でピャッとこう作ったから、やっぱもう何て言うの、ゾーンに入っちゃってる時に、その
何も考えずに作ったらこうなっちゃうわけ、腕の立つ人が。だからいい土といい水、そして天の奇跡とその熟練の技の人の手、この三位一体トリニティとなって初めてこれがたまたま生まれた。たまたまなんだよ。作ろうと思ってないから、そして残そうとも思ってないから、ポンって捨てたらたまたま残っちゃった、固く焼き締まってるからね。そしてそれが多分発見されてないものもいっぱいあると思うんだけど、まあでも大体粉々に壊れてんだよね、釜道具だから。だけどたまたま完璧にできて、たまたま完璧に残って、それをたまたまその価値をその見出す人が見出して、こうやって切り箱に収まってコレクターの方がずっと守ってくださった、こんな重いものをでめちゃくちゃかっこいいんだよね。ジビエなんかバーンとこう葉っぱを引いて乗せたりとかさ、あとなんかまあすごい、とにかく飾ってるだけでもかっこよくてね、素敵だなと思ったんだよね。本当にいいもんだと思う。作品じゃないけど作品よりより作品な無作為の美、天の奇跡みたいな、そういうなんか根源的なね、プリミティブなね、力強さを感じましたよ。その作品より意図のない、作品より作品作品って何なんだろうね、まあ、その定義を分からなくなるぐらい本当に素敵なものでした。これはね、そういったもんです。備前の陶板、まあ桃山ぐらいだろうね、うん、と思います。そういった作品がたまたまこうイレギュラーに飛び込んできたので、ちょっと緊急に動画を回してですね、ちょっとやってみました。非常にね、なんかとにかくでかいんだよね。でかくて重くてびっくりしてる。でかいなって言ってですね、やっぱりその素敵なね、本当に素晴らしい方がお持ちだっただけあって、作品性が高いね。なかなか近年見ることはないんじゃないですかね。昔昭和とかはこういうのが流行ってすごい高値でね、もてはやされた時代もありましたけど、手に入らないんですよ、数が少ないから。本当に物が少ないでね、希少なもんですよね。まあ、そんなものを久しぶりにね、こう見ることができて楽しかったなと思います。どうもありがとうございました。もし見つけたらね、見つからないと思うんだけど、まあ、ちょっと本とか美術館とかいろんなところをちょっとチェックしてみてください。作品じゃないからさ、その大体ないんだよ、壊れてるから。釜道具なんだ。釜道具にその値段をつけても非常に難しいんだけど、欲しい人がいっぱいいたらなんかね、勝手にこう価値が上がっていくんだろう。僕その備前にあんま詳しくないんだけどとにかくなんかさ、世界中の人を魅了するそのプリミティブな魅力っていうのがありますわね。だからそう、古美術なんだけど、この古美術番外編みたいな、作品じゃないすごい作品じゃないけどなんかすげえかっこいい、これもまた古美術だと。だから古美術として作られてないんだけど古美術してるぜっていうのもあるよっていうことをご紹介してみました。どうもありがとうございます。失礼いたします。古美術吉戸は、古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で、一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。